取り上げていったぞ。さあ、ボール大会、ボール大会。もう一つ、もう一つ、皆さんに面白い景色を見せます。田村さん、田村さん、こっちにリングに上がってきてください。田村さん、今日僕初めてベルト取って、このベルトの重み、嬉しさを今日初めて体感しました。ただ負け続ける、負けたらもうこのベルトは離れるし、どんどん攻めていかないといけない。その時に田村さん、そのシングルのユニバーサルのベルトを僕に挑戦させてください。田村、41歳、絶好調すぎんだよね。全然負ける気しない。なんで俺がこのベルトを長期で持ってるか、俺が進化し続けてるからだよ。おい井口、お前若いからすげえ成長してると思うけど、俺の方が成長してるんだ。いいか井口、それを体で覚えさせてやる。4月の18日次の新百合ヶ丘だ。それでお前と防衛戦やってやろうじゃねえの、この野郎。この日何の日、気になる気になる日、日ですからみんなが知らない日になるでしょう。この日何の日、気になる気になる日、日ですからみんなが集まる日が吹くでしょ
はい、こんばんは、来ました。3月の24日、水曜日。はい、元に戻りましたね。戻りました。通常営業日。昨日はね、はい、発表会でということで、はい、はい、ゲストもたくさんいたんで、リングの上でやりましたけど、はいはい、見ましたか？見てましたね。見ました。ねえ、どうでしたか？いや、あれはなんか後々貴重な映像になるんじゃないかな、はい、思いましたね。あ、特に大地とか、はい、直太がもし仮に今後プロレスラーになって、はいはい、その映像とか出てきたら貴重な映像になるんじゃないかなと。今日大地は朝から晩までいましたね、うん、そうですね。あいつすごいな。さすがですね。今頃帰ってるんじゃないかな。今頃帰ってまた見てるんじゃないですか。また見てるんですかね、はい、ということで、今日は、はい、昨日は100人を超えておりましたが、はい、今日はもちろんプロとして、もう150人ぐらい、150人ぐらい、今日はね、プロとしては、ここはね、やっぱ、一般人とね、やっぱプロの差を見せなきゃいけないということで、はい、今日もチャットたくさん来てるんじゃないでしょうか。はい、あ、道川さん、一番乗り。こんばんは。はい、くりくりさん、こんばんは。川島さん、こんばんは。おとぎ花ちゃん、こんばんは。けいさん、こんばんは。きーちゃん、こんばんは。たけぼうさん、こんばんは。高市チャンネルさん、こんばんは。長野あかね先生、こんばんは。横地さん、こんばんは。高井さん、こんばんは。だっちさん、こんばんは。田代翔一さん、こんばんは。京子さん、イヤホン忘れたので聞こえませんが、毎回こんなこと言ってますね。平社長、こんばんは。こんばんは。だっちさん、春休み恐るべし。うん、あ、ブロークブローク、ハロ田村さん&金平さん。お、オーストラリア、オーストラリア、オーストラリアスーパーガール。Thank you。イレブンオクロック、ね。あ、イレブンオーナウ。イレブンオーナウ。Now, 11, now, o'clock、まあ、ということでね、はい、あの本当目をつぶってでも言えるぐらいのメンバーがそうそう、もう大家族みたいな、はい、大体もうこの人俺もうあのこれこうやっててもなんか読めるんじゃないかぐらいのね、はい、新しい人これ分かんないでしょ、はい、多分あ、小磯さん、小磯さん、こんばんは。鳥蔵さん一人同情生ですねこのホッとする感じがもうね、はい、あのいつものね、あのメンバーに戻りましたね。戻りましたね。チャットの方もね、はい、お、はい、お、あ、オーストラリア11:14、おー、グッドナイ、グッドナイ、結構夜遅いですもんね。おー、グッドナイ、レイトショー、レイトショー、 It's a late show。 何もないけどね、ちょっと面白かったレイトショーって考えたら面白いですね。あのですね、はい、私もね、はい、やっぱりね、はい、後半戦ね、この配信めちゃくちゃ疲れてくるのねなんかそんな雰囲気かもしれませんさっきめっちゃ真顔で牛丼食ってましたもんね。そう、お腹もいっぱいになってちょうどね、眠くなる、はい、眠くなるところでしょうから、やめましょうか。まあそれも一つの早く寝て、早く明日に備えるのも一つ。そうね。あ、大村さん。はい、見なくても分かる。大村さん。大村さん、こんばんは。明後日行きます。明後日行きます。明後日よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、Late show, but always always watch watch heat up。いつも深夜でも見てると。あ、常に見てるって言ってくれてますね。Hurry up。グッナイ、ハリアップ早く寝ろハリアップ、寝るってなんつうな、ゲットダウン、スリープ、あ、スリープ、スリープ、スリッピングナウ、スリッピングナウ、そんなすぐ寝れないでしょ伸びたじゃありませんよ。はい、はい、じゃあ行きましょうか。はい、行きましょう。はい、まずはお願いですね。はい、この配信は皆様のご支援で成り立っております。この配信は皆様のご支援でお送りしております。ご支援のお願いです。今回の返礼品はこちらです。
5000円でヒートアップオリジナルランチボックス、1万円でヒートアップオリジナルステンレスボトルをプレゼント、1万5000円以上で配信内でお名前を読み上げます。3万円で日曜日の生配信を生観戦できます。5万円のご支援で解説席に座れます。そして返礼品をヒートアップの選手が直接お届け。20万円のご支援で冠スポンサーとして〇〇プレゼンツと表記。ヒートアップの選手があなたの会社を全力で PR いたします。ご支援チケットはヒートアップ公式オンラインストアにて販売しております。売上の一部は障害者支援青少年育成活動として使用させていただきます。プロレスで社会貢献を目指すヒートアップへのご支援、何卒よろしくお願いいたします。はい、ということで、はい、今回のご支援の返礼品は、はい、お弁当箱、お弁当箱、お弁当箱、はい、そしてですね、1万円ですと、はい、ステンレスボトル、ステレンベボトルステンレスボトル、はい、こちらヒートアップのオリジナルでございますのでね、はい、ぜひあの行楽シーズンの今、あ、そうですね、はい、ゲットしてください。はい、はい、そしてこの配信面白かった、今日面白かったなと思う方はおひねりチケット、はい、ご購入ください。はい、はい、こちらもね、ヒートアップ公式オンラインストアにて販売しております。はい、こちら買っていただきますと、はい、はい、このような お写真、いい写真ですね。はい、今日は金平選手と島谷選手ですね。そうですね、はい、ツーショット写真を、プレゼントいたします。はい、そして、お手紙もしくは動画、はい、お礼の動画選べるようになりました。こちらの方、はい、お礼でお返しいたしますので、はい、ぜひ皆様ご支援並びにおひねりのご購入の方よろしくお願いいたします。はい、それでは1万5000円以上ご支援いただきましたご支援者様をご紹介したいと思います。はいはい、道川夫妻、ありがとうございます。今日行ってたんですね。はい、山乗り。はい、名古屋からハルピーさん、ありがとうございます。あれ、今日シンクロじゃないの？あ、いつも被るんですね。ね、シンクロと思いますね。はい。はい、株式会社、助川鉄筋さん。ありがとうございます。レン君は4月の18日、新百合ヶ丘にいよいよ登場します。あ、楽しみですね。はい、魔性の味コーヒー、オンリーさん、ありがとうございます。ちょっと来てくれてますね。はい。はい。あ、ね、起きててね。はい。はい、紺色系さんの竹坊さん、ありがとうございます。ありがとうございます。またどうぞお待ちしております。はい、ぜひぜひ。ありがとうございます。はい、SW アドラーソーラーワックス株式会社様、平野社長。はい、藤井さんの娘さんが行方不明そう、そうです。え、オフィス K&A さん、ありがとうございます。はい、あ、皆さんアンケート書いてくださいね。はい、ぜひぜひぜひお願いします。はい、株式会社リクツナ様、ありがとうございます。ただ、井口とか、あ、ないのがお邪魔した、はい、お邪魔しました。はい、おかずのり太郎さん、ありがとうございます。のりちゃんは今日は来てないかな、ないですかね。はい、はい、
SLD64 最年長道場戦さん来てましたね。今日もがっつり練習してました。配信出たらいいのにね。そうですね、もう今誘惑してます、ね、はい。文ちゃん、ありがとう。文ちゃんご支援していただきました。ありがたいです ね、 いつも広めていただいてありがとうございます。はい、はい、こんな感じで、はい、今日のカードをじゃあ、はい、発表したいと思います。今日配信のカードはこちら。シングルマッチ10分一本勝負、上平大輔対島谷信弘。はい、ちょっとじゃあ金平選手の方から、あの見どころを、見どころ、見どころ並びに、昨日の配信と、プロの差の違いの見どころをちょっとお願いします。見どころですか。見どころ、まあまず島谷選手が、まあ、ヒートアップ初参戦、あ、そうです、初参戦、初参戦ですよね、うん、でまあなちょっと前でしたっけ、 DDT 対談されて、でフリーでなんか活躍してるのは、まあ、SNS で僕はチラチラ見てたんですけど、うん、まあ、実際こうやってシングルマッチで初めて対戦するのも初ですし、はいろ、はいろ、まあ、なんか週刊誌の何でしたっけ、週刊文集でしたっけ、なんかインタビューされてるのは結構なんかツイッターかなんかで、何やらかしたの？いや、何もやらかせない。何を、文春法が島谷くんに。何だっけ、なんかフリーになって。不倫になった。フリー。不倫した。フリー、フリー。不倫して文春法に乗ったということですか？そんなことないけど。なんかそれを見て、はい、あ、大変だなっていうのは。え、それは何ですか？こう、あれなの？記事書いてくださいみたいな感じのやつ、いや、インタビューされてて島谷選手が、うん、何のインタビューなの？だって要はコロナになってその試合とかもなくなって、うん、フリーの選手はなんかこういう感じで大変だみたいな感じのなんか記事だったと思うんですよね、うん、なんで島谷選手がまた文春法に文春法ではないと思うんですけどねなんかでもそういうのを僕なんかツイッターで見て、はい、まあ、それでなんか一応知ってたんですけど、まあ、こうやって配信でまさか自分が島谷選手と試合するとは思ってなかったので、うん、ほらみんな文春法炸裂炸裂なんだっけな、なんかで見たんですよね。なんかあれですよね、そのなんだっけ、マット・ポーリーがいるところ、はい、なんだっけあのチーム、佐々木大ちゃんとかダムネーションでしたっけ、ダムネーションでしたっけ、はいはい、ダムネーションでもあるんでしょ、違うの、どうなんですかね、なんかそういうグループにも入ってるのですかね、うん、なんか自分は会ったことを、なんだっけ、DeNA で一回会ったのかな、はい、会ったぐらいで本当に試合見たことなくて、はい、で、体つきはいいじゃない写真で、僕もこの対戦するってなっていろいろこう過去のなんか試合を調べようと思っていろいろ検索したらやっぱ DeNA の頃はよくあるんですけど、はい、うん、なんか全然最近と体も全然違ってですね。そうだよね、多分俺よりちっちゃいんじゃないの。ああかもしれないですね。ねえ、あ、ダムネーションのマネージャーです。コロナ禍でフリーレスラーは大変だなって聞いてます。ああ、そう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 、そんな感じです。ねえ、はい、だったらコロナ禍で、うん、社長も大変だなって来ないですかね、私のところになんかありませんでしたっけ、え、あの金払うから金払ってくれみたいなの。何ですか、金払ってくれ、金払ってくれたら記事にしてやるよみたいな、なんか売り込みの電話来てませんでした。ああ、ありましたね、事務所来てましたね、やりましたね、めっちゃ冷たかったですもんねいやもう事務所の電話はね、営業ばっかりだから常に出方はもうこうヤクザ事務所だと思って僕出てますもう初めて見た態度でしたもんね、はい、はい、こんなに何、おう、何、うん、おう、ちょっと待ってね組長っつってねえ、ひどかったっすよ、あの時めっちゃ冷たかったっすよ、あの時、はい、そうそう、でもそういう記事を見て島谷選手のことはまあ一応僕は知ってましたね。ということは金平選手は文春を読み荒らしてるってことですね。いや、ツイッターで出てたっていう。好きですね好きですね、そういうゴシップ、もう寝た方がいいです眠そうですね。あの最近のお気に入り記事は何ですか、ゴシップの。
お気に入り記事ですか。お気に入り記事。やめましょう。やめましょう。もう井槌といい、金いらないですけど、ゴシップ大好きですからね。ゴシップレスラー。一回もないだろ。一回もないだろ。ね、はい。じゃあ、ということで、はい、試合の方、見たいと思います。はい、じゃあ、V 振りの方、お願いします。はい。はい、では、島谷選手ヒートアップ初参戦の、熱い試合をご覧ください。どうぞ。アムロ、行きまーす。行きまーす。初めてですね。で、モコル前 DNA かなんか時には会場にはいたと思うんですけど、はい、実際試合見るのは初めてでして、はい、今入場式に入っていた印象がやっぱ筋肉の付き方とバランスがとてもいいなっていう。そうですよね。はい、本人は上半身だけではなく太ももあたりもね。そうですね。ちゃんと鍛え上げられて、はい、コンディションも良さそうなこう放つようにしてますね。さあ、その島谷に対するはヒートアップユニバーサルタッグチャンピオンの、はい、谷田大輔。はい。身長差は全然やっぱ変わらないので、島谷選手、僕より小さいじゃないですか。もしかしたら158cmですね。あ、じゃあ僕より小さいですね。でもそれを感じさせないこの筋肉のつき方してますんで。そうですね、はい、はい、あとはね、どんな動きするのかが早いですね。あの、非常に動きがね、まあ、早いんですよ。早いですね。まあ、伊達にね、DDT 戦線で揉まれてるだけは。ああ、さすがですね。はい、でもスピード対パワーって感じでしょうね。でも金木なんかにとってこの配信スピードで前に6回目以降の選手権当たってきましたよね。そうですね。中野選手とかスピード速かったです。はい、ちょっと翻弄されるところがある。あー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 こういうと金平でかいですね。やっぱりこの上から打ち落とすね。これはでかいです。わっあー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 
捕まえたぞ。素晴らしい。前方に落とす。ああ、
やっとくぞ。得意の。これは強烈ですね。ちょっとペースが、はい、彼らの方に傾いてきましたね。傾いてきたか、流れてきたか。一発食らうと結構なね、このダメージの減りなんですよね、みたいな。一発決まると、はい、はい、確かに相手に出るなら、こうなると残り試合時間2分、あさあ残り2分、8分かかりました。いや、やはり真正面から打ち合うと、ガリガリに食らえるか。そうですね、やっぱり終わった。さすがのチョップですね。
谷田選手、僕はフリーランスですけれども、まあ、あまり実はこの他団体さんで、試合をさせていただくという機会が、まあ、あまりないんですけれども、今日こうやって、最高に、魂が燃え上がるような団体さん、ヒートアップさんで金平選手と試合させていただき、僕はプロレスのモチベーションというのをさらに上がった気がします。ありがとうございます。そして最後にヒートアップの田村社長さんどうですか。田村社長さん、いない、巷ではこの僕、島谷のヒートアップの社長、田村さんにすごく顔が似てると言われるんですよ。ね、コスチュームのカラーも同じ赤です。また次回があれば次は社長さんと組んでみてもいいんではないでしょうか。そしたらまた試合してください。今日はありがとうございました。ね、大人の夢が叶う場所、ヒートアップ道場、新規入会者募集中。詳しくはヒートアップ道場で検索。あ、大丈夫ですか。ちょっと私のボケがもう台無しです。ボケたのに今台無しでしたね。今寝てて、社長寝てるっつって、ふわふわダメやないかい、私のボケが。もうやめなさい。もう、ガンダム、カンタも寝てるっつって。寝てる。まあ僕もいろいろ考えてたんですかね。ダメだこりゃ。ほわ、なんでこれなるんですかね。ちょっとね、これがあの近い。あ、そうなんですね。はい、ということで、はい、見ていただきました。よしょ。どうですか、島谷選手は。ああ、やっぱりすごく動ける選手で。ほう。で、まあ動きもそうなんですけど、なんかそのやっぱマイクでも言ったんですけど、カラーが、なんかヒートアップにすごく合ってる気がしましたね。あ、島谷くんが。はい。はい、でマイクでも言ってたんですけど、その、まあ、田村さん、まあ、僕よりももしかしたら田村さんと試合するなり、なんかタッグ組むなりの方がなんか見た目的にいいんじゃないかなって思いましたね。やらない。田村対島谷選手とか見たいですけど。やらない僕は。やらない。多分見てる人も見たいんじゃないですかね。やらない。多分見たいと思いますよ。多分島谷選手は多分見てくれてるんじゃないですかね今。やらない。私なんでやらないんですか。みっともないから。なんでみっともない。みっともないからやらない。みっともないってどういうことですか。みっともない。え、やらないよ私。なんでみっともない。みっともないもん。なんでみっともないですか。だって、うん、みっともないから。具体的に説明してもらっていいですか。まあね、あの島谷選手、あの、なんかびっくりしました私。ほう。実際初めて試合を見させてもらったんですけど、はい、いやー動きがいいですね。動きいいですね。とても良くてですね、はい、はい、もう本当に見てて10分楽しかった、う
はい、と思います。見たい見たい、すごく見たいのに、うん、まだまだ試合はなんか10分だったんですけどできそうですけどね、全然ね、もっといろんな団体たくさん出てね、うん、たらもっと面白いんじゃないですか。そうですね、はい。まあなんかね、俺はこうシングルとかやるよりタック組んだ方が面白いかなとちょっと思いました、直感でね。はい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 、うん、そうそうそう、だからまあまたね、しまったりする。一回戦ったらいいじゃないですか、一回シングルで。みっともないよみっともないの意味がよくわかんないですよね何ですかみっともない、なんでみっともない、みっともないよ、いいレスラーがさ、え、いいレスラーが、ええ、だってプロレスって戦う職業じゃないですか。戦わないよあれですか、もう10時10分だから眠たいもう眠たいのね、眠たいみたいです。食べたし、ね、牛丼2皿食ってますからね牛丼2つ食べて、でもまたね、はい、見てみたいと思いますね、うんうん、はい、ぜひ、いや戦うんだったら全然戦うし、ええ、組むんだったら組むし、はい、ね、でもみっともないですよなんでみっともないね、見たい人いるのだって。ほらほら、見たい見たいって言いますね。何が見たい、横ってさ、見たい、何が見たいんだ、こら、見たい見たい、すごく見たいのに、何が見たいんだ。Kさんもそうですし、ねえ、まあでもね、ちっちゃいですら、うん、私大歓迎ですからね、スタムラさんよりも同じぐらいなんですかね、身長。俺の方が大きいよ多分。スタムラさん何センチでしたっけ。うんと、これ入れると100。それ入れなくていいですよ。なんでそれ入れるの、なんでそれ入れるんですか。5センチぐらいだいぶ違いますね、それ。まあ170あるかな、今はね。あ、大きいですね、はい、ね、なのでね、うん、やらないほら見たいって、ほら、え、クールミントさんも金払えよ、じゃあみんな、金だよ金、社長を動かすなら金をくれ、金を、金みたいですよ、マニー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 どっかで聞いたことある何でしたっけそれ、貝殻法っていう、マニー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 、誰も覚えてないですじゃあ次行きますか、手話講座行きましょう。はい、じゃあ、手話講座、昨日ちょっとお休みだったんで。あ、そうなんですね。はい、今日流したいと思います、はい、じゃあプロレス手話講座です。ヘルのプロレス手話講座、いやいやいっちゃうぞ、バカ野郎、ウィナーいっちゃうぞ、バカ野郎、ということで、はい、なんと小島さんのですか。行っちゃうぞバカ野郎、行っちゃうぞバカ野郎、行っちゃうぞバカ野郎でしたね。でしたね。はい、覚えてくれましたでしょうか。はい、はい、そしてなんと大村さん、大村さんと田代くんがチャット、ね、大村さんに、大村さんの歯医者で落としてるお金よりも多分こっちの方が落としてもらってる気がしますけどね。ありがとうございます、いつもね、はい、今画伯が書いておりますんでね、
シンコ選手、手話とジェスチャーがほぼ同じだ。あ、ということは小島選手は手話をやってあげてるんですかね、ちゃんと。いっちゃうのバカ野郎ってね。さすが小島さんですね。怒られないですかね。一回小島さんと試合してるよね。2回してますね。え、シングル1回、タッグ1回で。え、タッグ誰とやったの。小島さん、永田さん組みたい。今全日本の青柳選手と僕が組んで。あ、永田さんともやったんだ。はい。永田さんどうだった。永田さんは壁みたいでした。強いよね、あの人も。だって何気に全日本チャンピオンだったもんね、アマレスで。そうですね。そう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 、はい。あ、じゃあ書いていただいたので、ええ、じゃじゃーん。これ田代さんの身顔絵と。あ、エルジョギー田代。エルジョギー田代さんと大村さんのこの思想ノーブちゃんですね。これ今スーパーチャット投げてくれたらここに追加されますよ。はい、そう、ありがとうございます田代さん、はい、大村さんありがとうございます。チームデンタルに入りたい人はね、ぜひ今チャット投げていただければ、はい、画伯が書きますけども、はい、いつも史跡を取ってもらってるんですよ。そうなんだ。そう、吐きたねっていつも怒られるんだよね。月一できなさいと。あ、そうなんだ。そうなんですよ。いやでもね、歯はね大事ですからね。はい。はい、じゃあですね、はい、昨日ちょっと発表したんですけども、はい、5月の3日高島平の、はい、はいはいはい、カードちょっとね今ご紹介したいと思います。はい、あ、これはあれですね。すごいカードですね。佐賀と対、あ、そして田村対大岡健。はい。そしてですね、うん、ドン、あれ、このあ、こちらメインイベントですね。金平大輔、ジェイド組対、はい、井口哲也、小杉健太、ジークジオンが出ましたね。で、これは第1試合ですね。あ、これも、あ、ライムとシンゴさんなんですね。でもシンゴがまだ出れるかわからない、ね。あ、そうなんですね。はい、以上のカードなんですけども、はい、はい、ちょっとじゃあ、発表になりましたけど、はい、ジェイド選手とのタッグなんですか、いかがでしょうか。これ言っていいのか分かんないですけど、一応僕ジェイド選手とはちょっと面識あるんですよ。え、どこで。あるところで試合会場で面識があるんですよね。そうなんだ。はい、だから全然初めましてではないです。実は向こうは覚えてるのかな。多分覚えてくれてると思いますけどね。そうなんだ。はい、確か格闘技やってたんじゃないかなと思うんですよね。確かジェイドが。ジェイドさんは。へえ、それはちょっと聞いてみたいね。はい。そっかそっか、そっか。多分覚えててくれてるんじゃないですかね。はい。で、対戦相手が、稲田堤兄弟バキューンの。ね、とんでもない。よくあんなこと考えたなと思いました。恥ずかしくてしょうがないよね。ええ、井筒のてっちゃん。俺たちは稲田堤兄弟バキューン。でも多分朝倉兄弟なんですよね。朝倉兄弟なんですよ、これ。朝倉兄弟なんだ。それを多分みんな、はい、反応を見てる限りには分かってない感じがして。いや、佐々木隆さんしか思い浮かばなかったね。とか、なんか広瀬すずさんとか、なんかそれの、そっちだって思って。広瀬すずとは思わないでしょ。多分なんか狙い撃ちバキューンってやつでしょ。そう。多分それを言ってるって思ってる人も何人かいるっぽいで。頭痛かなんかだっけ。なんか薬の CM かなんか。どう考えてもさ、二丁拳銃と佐々木隆さん。佐々木隆さんはそんなやってるんですね。やってるじゃん、入場してバキューンって。はい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 。で、バキューンマスクもいますよ。え、マジですか。いるよ、バスキューンマスク。それは知らなかったっすね。そう、それを多分井口は天然で知らない。知らないんだ。知らなくて、あれはでも僕らのやってるのは朝倉兄弟の全部パロディー。では全部パクリじゃないですか。全部パクリ、全部。あ、花ちゃんありがとうございます。あ、花ちゃん、花ちゃんはもうね、犬猫ちゃん描きました。あ、これが花ちゃんですね。花ちゃんですね。お、なんか一枚の絵になってきました ね、 ね、パズルみたいになってきました。ちょっとどんどん投げてください。したら増えますからね。ありがとうございます。ほら、やっぱ田代くん、プロレスオタク的には佐々木隆さんになっちゃいましたね。そうなんですね。チケット販売はいつからですか。チケット販売多分来週ぐらいにできるかな。竹本さん、ぜひね、はい、4月から、4月なるかな、4月の1日ぐらいから販売できると思います。はい、はい、そう、なんか、うん、俺考えてあげようか。え、何をですか。締め、稲田堤兄弟。あ、まあ一応ちょっと案としては聞いておきたいですね。いいですか。ええ、じゃあ勝ちました。じゃあ最後締めましょう、うん、
いくぞ兄弟、いいなだいいなだいいなだください。もう聞かせなくていいじゃないですか。いいですか。はは は, は兄弟、今日も防衛したな。おう、そうだな、うん、よし、じゃあ最後これで終了でしょう。いくぞもう消えてるからあ、でも逆に大爆笑だったのに、逆に聞きたいじゃないですか、みんな逆に聞きたいかな、ね、これどうですか、これで。まあでもちょっと面白いそれ何の曲でしたっけそれ。え、何ですかこれは。いいなだいいなだいいなだ、なんか聞き覚えがある。じゃあこれはどうですか。え、これはいや兄弟、今日も勝ったな。おう、じゃああれで締めようか。いくぞー、100人乗っても大丈夫。なんだっけそれ、稲葉もの全然違いますね。これでどうですか。 稲だけ合ってたと。なるほど、これでどうですか。うん、そんなに面白くないロート製薬。ああ、よくわかったね。本当だ、すごいね、すごいな、ロート製薬。しかもでもこれもあれですね、ロートです、ね、年代が上じゃないとわかんないですね。そうそうそう、あの歯と羽ばたいてるやつですよね。そうはいはいはい、ありましたね稲葉物置も知らないんじゃないですか、今の人多分。知らないのかな。知らないんじゃないですかね。知ら、市有大会の時に高田さんチケット販売してほしいです、うん、お、あ、これはできるんじゃないですか。あー、そっか、あ、できる、ね、じゃあ、あれだ、その今コロナ対策で、はい、うちは名簿を事前に、はい、そう、あの把握を直接販売しないですね。そう、販売してないんだ。まあ、ちょっとそれできるようにね、うん、なるようにちょっと調整しましょうね。ああ、はい、確かにね、本当はそこでチケット買ってもらって、ね、買った、まあ、その場でもし書いてもらえるならいいんじゃないですか。そうね、だから用紙を用意するとかね、うん、確かに確かに、うん、なんかちょっと工夫をしたいと思いますので、はい、はいはいはい、ありがとうございます、ご意見ね。いいですね、はい、はい、まあ、これが、高島ダイヤのカードなんですけど、はい、ちょっと新百合ヶ丘もね、ちょっとね、大ちゃんにね、はい、コメントを聞きたいと思います。新百合ヶ丘のセミファイナルのカードはこちら、はい、はい、グレートさんとのね、うん、この対抗戦でございますが、うん、はい、いかがですか。まあ今いろいろ話題がすごいですよね、グレートさん。グレートさん勢いありますね。そうですね、このタイミングで、うん、まあ、しかも飯塚がいないっていうのはまたちょっとね面白いなとは思うんですけど、ね、うん、はい、まあ、僕まあまあ全員の選手の方とはまあ初対戦でもありますし、お、そうっすね。でも逆にこう言ったらあれですけど、うん、僕もグレートみたいな戦い方を不得意ではないとは思うんですよ、はいはい、あれでもなんか俺話聞いたんだけど、はい、グレートさんはその UWF 部門と、はい、あ、分けるんですか、なんかプロレス部門で分かれるみたいな話をなんかしてなかったかな。だから別にシーマさんとかストロングハーツがこの UWF とかやるわけではなくて、はいはいはい、プロレス部門があったり UWF 部門があったりっていうなんか話をなんかどっかにちらっと聞いた気がするんだけどな、うん、まあ、特にその渡辺選手ですか。渡辺博士選手ですか。いや、まあ、そうか、そうだ、渡辺相馬選手ですか。渡辺相馬選手、はい、相馬選手前何でしたっけ、たまたま電車乗ってたら、うん、あと飯塚と渡辺相馬選手がいて、今から練習行くんですみたいな感じで、うん、本当初めて会ったみたいな感じで、はいはいはい、うん、まあでもそのタイムあってもうこうやって試合が組まれる、これが対戦するんで、はいはいはい、ちょっとなんか運命的なものを感じますけどね、はいはいはい、でも伊藤選手が一番体でかいんじゃないのかな。ですね、うん、まあ、まあもちろん数林さんも僕初めて
あーすごいね、カズさんとねやれるっていうのは、うん、対戦させていただく感じなので、と言いつつ、まあ対抗戦なんで負けられないですよね、うんうん、そうですね、ねうちの渡辺選手もすごいですから、そうですね、まあそこも楽しみですよね、はい、なんかグレート対塾長ってすごいじゃないですか、いやあのね、カズ林さんは絶対にね、塾長とやらした方がいいと思います、あ、はい、はいはいはい、なんだこのハゲはって多分未知数だと思いますよ、向こうからしたら未知数だろうね、まあ、最悪青虎かぶせればいいんじゃないそう、最悪最悪青虎かぶせればそう、もうね勝敗つかないからね、うん、そう伊藤選手もそう、確かめちゃくちゃ運動神経がいいというか、うん、体がめっちゃ柔らかいんですよね、確か、あ、そうなんだ、はい、そうか、俺なんかあの UWF トーナメントみたいの見ましたよ、はい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 、はい、ね、で伊藤選手が優勝してたんですけど、うん、はい、なんか、空手かなんかやってたのか、あーみたいですね、わ重い蹴りするなと思って、はい、めっちゃセンスあるんじゃないですかね、うん、のねえ、うん、これはちょっとね、頑張ってそうですね、頑張ってほしいです、私は、はい、はい、ここで取れば美味しいですよね、まあまあ美味しいですね、はい、そしたら慎吾も初勝利になるんじゃないですか、あ、もう初勝利は前してますよ、あー、そっか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 、はい、まあまあ、対他団体に対し関しては初勝利、あー、なるかもしれない、カズ林って青虎まあカズさんもびっくりするでしょうからね、はい、あのちょっと楽しみですね、これはあの塾長が、はい、こうピンチになったら、はい、こうワンダーマンがこのリングサイド行って、はい、塾長っつって青虎のマスク投げて、ほうほうほう、筋肉マン の, あのファミコンゲームみたいにピロ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 ってこう色がなんかこう7色の玉がこう出てくるんですよ、はい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 、でそれを取るとなんか必殺技が使えるようになるんですよ、おお、だからそれの取り合いなんですよ、それミート君が投げるんですよ、だってミート君がはい、はい、ピロ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 っつって、で取るんですけど、それと同じでワンダーマンがミート君役やって、ピョッつって、ピョ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 、クレームの嵐になる多分せっかくのせっかくの試合に何をしてくれるのとクレームの嵐になるんでやめましょう、ワンダーマンなら大丈夫だよ、大丈夫です、ね、ワンダーマンね、よう喋るからね、高島平のチケット全然売れなかったらどうします、ね、殺すからね本当にね物騒な林ですねこの夜中、夜中にワンダーマンよう喋るからね、まあ、喋りは上手ですよね、あれ渡辺選手はですね、やっぱアウトロがですね、やっぱ一番テンションが上がってる、ということでですね、うん、渡辺宏、まあでも、塾長もキャリア40何年ありますね40何年もあるな、やっぱアウトロという新しいですね、新協調ですね、やっていただいたんですけども、まあ高島なら私も長年住んでおりまして、長いねこんな感じだからなるほど、ワンダーマン、なるほど、ワンダーです、ワンダーマンって何なんですかねちょっと今ふと思ったんですけど、ワンダーマンのワンダーって何なんですか、ね、何がワンダーなんだろうね、ワンダーなんですかね、ちょっと今度聞いてみましょうか、聞いてみますかね、はい、何がワンダーなんですか、似てるって言われたよくキーちゃん分かりましたね、ワンダーマン、キーちゃんよく分かったの、ワンダーマンさんの特徴はよく分かりましたね、金平選手はチェイト選手は本当にオーラが素晴らしくてですね、あ、そっか、配信で見てるからかそっかそっかそっか、昨日も来てたから、ね、昨日もそうですね、はい、そうですね、いっぱい喋って帰りました、いっぱいいいですね、はい、まあまあその新百合ヶ丘大会も、はい、チケット販売しておりますので、はい、ぜひぜひ、はい、4月の18日新百合ヶ丘はぜひ発表会も、あ、そっか、発表会もあります。カードはまだ決まってないんでしたっけ？昨日カード発表しました。あ、そうです。はい。なるほど。あ、じゃあ。で、12時15分、はい、発表会開始で、はい、終わってちょっとインターバル取って、我々の本戦が、あ、本戦が、なるほど。始まるのでね、はい、我々も大プレッシャーですよ。うん。あ、そっか、しかもタイトルマッチですもんね。まあまあね、私はタイトルマッチですけど、はい。はい、なのでぜひね、はい、皆さん新百合ヶ丘でお待ちしておりますので、はい、ます高島平もお待ちしております、はい、はい、じゃあ明日のカードを発表したいと思います。明日のカードはこちら、はい、シングルマッチ10分一本勝負、慎吾対大和博士、うん、はい、
こちらのカードを、はい、明日も配信いたします。はい、はい、ちょっと金平さんこれはどうでしょうか。まあよく大和さんが合同練習でいろいろレスリングとか教えていただいてて、うん、まあ慎吾選手も慎吾さんもなんかよくそういうなんかアドバイス聞いて一生懸命やってますし、うん、まあある意味指定対決とは言わないですけど、はい、なんかそういう近いものがありますよね。なんかそうですね、はい、あでその大和さんが、はい、大和さん本当にすごくて、はい、どんな新人でもいい試合をするという、うん、あ引き出してくれるそうですね、なんかすごいですよ。やっぱりその、まあ、全日本も出てますし、はい、レッスル1も出て、はい、やっぱ大和博士は僕最近こいつすごいんじゃないかなとまあまあまあもちろん、はい、ただノリの歌を歌ってるおじさんだと思ってたら、うん、なんかねすごい試合するなと思って。そうですね、はい、でなんかね、なんか明日も明日田村さんクラス道場僕クラスあるんですけど、はいはい、明日クラスに行ってもいいですか。へー、そうなんですね。そうなんか寝技の練習はやりたいですって。あーなるほど。おそれはそう生徒さんも逆に来れば山さんとスパーリングできるんじゃないですか。そうで、はい、いや いんですけど、はい、LINE で、うん、いや山さん生徒さん強い人いないですよっつって言ったんですけど、はい、いや、ちょっと実験したいことがいろいろありますので、ね、実験台にね、生徒さん使われるという。まあでも大和さんの実験台になれるならまあ前もね来てくれたのよ、はい、生徒さんのクラスの時に。ああそうなんですね。山さんでもうみんなとね2、3本ずつぐらいやってくれたかな。へ、うん、誰もかなわなかったですね、やっぱり。あ、いや、まあ、でも生徒さんからしたらいい体験ですよね。絶対なかなかそんな山さんとスパーリングできるなんてそうないですからね。山さんもう基本しっかりしてるから、はい、本当にねあれが強さだっていうのがね、うん、やっぱり感じれると思います。はい、はい、お、ブロー君、ブローケン好きなのかな。 Do you like single or 大和ね、山さん緊急熱心そうですね、うん、はい、まあね明日はうちの会員とある会員がね、はい、ヒロシは許さねえっつってほういうね、ほう会員さんがいますので、あ、はいはいはい、明日多分来てくれるんじゃないですか。来てくれるんですかね。はい、ええ、もう全世界のヒロシは私が潰すって恐ろしい道場ですねこれもね。はい、はい、ね、ヒロシさん、私はヒロシさん派ですはい、はい、前回いらした時に山本さんに半殺しにされましたけど、おう田城君明日も来てね、うん、いい経験になるからね、うん、ぜひよろしくお願いします。はい、はい、I like 全ボス、うん、両方好きだと。そうなんですか。 No No thank you broken Please Fitch or ヒロシ or シンゴWhich do you like? ヒロシ or シンゴ、どっちか選べと。 or 大輔そこ巻き込まれたからですね渡辺修斗選手の道場の朝練に参加した。渡辺修斗選手って格闘技の、いやいや格闘技の強い選手だよ。ライジに出てた。そう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 、そう、ね、あ、すごいね。まあそれは強くなるわな、うん、はい、まあ、そんな感じですか。そうですね、はい、はい、じゃあまだねあと木金日日、はい、3日ありますからね、はい、どっちも好きなのいいじゃんねいいじゃんね。英語で言えいいじゃんねって、いいじゃんねって、いいじゃんね、you じゃん good goodオッケー、オッケー、じゃあ、え、シンゴ、お、シンゴ、シンゴ、シンゴイズ、やめとこそこはシンゴイズ、バイシクル、バイシクル、プレイヤー、プレイヤー、そう、and 今日も来てたんですよシンゴさん。あ、来てたみたいね。なんか夕方クラスにちょっと参加して
あれ見たよ、ツイッターでなんかあのなんか懸垂やってましたね。レンがこう捕まってそれで懸垂やってた。マジっすか。あ、それ見てないな、まだ。いや、レンもだって20キロぐらいはあるでしょ。あねえ、すごいっすね、すごいな、そのフィジカルはね。はい、じゃあ、はい、終わりますか。そうですね最後スポンサーさんを紹介して、はい、あ、スポンサーじゃあ、はい、はい、じゃあ金井選手たまには紹介します。はい、いきますよ。はい、お、石川夫妻ありがとうございます。今日も一番乗りで素晴らしいですね。全然感謝の気持ちが。いやいや、そんなことないですよお、アルピンさんいつもコメントとかねありがとうございます。コメントしてないからアルピン今日僕お会いしたときありますよね、名古屋の方ですね、はい、お、株式会社スケカワテッキンさん、今回からありがとうございますお、ロンディーさん、また行きますよ、みんなで美味しいホットケーキを楽しみにしておりますお、コンビロケーさん、竹坊さん、はい、また来てくれれば写真撮れますので来てくださいねえ、お、SW 平野社長、いつもありがとうございます。またガンダムを見に行きましょう、一緒に。行ってないだろ、一緒に。おいすぐ K&A さん、ありがとうございます。アンケートはいつも心の支えとなっております。陸沢さん、ありがとうございます。またライムと樋口がお世話になります。おかずのり太郎さん、またそろそろ会いたいですね。そろそろチャットで会いたい。お、SND64 さん、ありがとうございます。みんなが待ってますよ、64さんを。みんなが待っております。あ、文ちゃんさん、ありがとうございます。いつも、トゥゲザーとかありがとうございます。何でしたっけ、なんか、ツイッターやってくれてるんですけど、何でしたっけ、あれ、なんか。やってるね、なんか特殊な機能だよね。何でしたっけ、なんか。なんだっけ、トゥギャリマズしたって。よく見ますね。作ってくれてるんでありがたいですよ、本当に。いやすごいですね。はい、じゃあ最後ちょっと締めて、はい、はい、終わりましょう。はい、はい、明日が、大和さんと慎吾さんの試合をまた配信しますので、また明日も皆さん夜9時半からプロレスをヒートアップのプロレスを見てまた元気になってくださいね。それでは皆さん明日会いましょう。ごきげんよう、さようなら。ジョン、さあ STA でぶん投げていったぞ。さあボール出して、ボール返して、もう一つ皆さんに面白い景色を見せます。田村さんこっちにリングに上がってきてください。田村さん、今日僕初めてベルト取って、このベルトの重み、嬉しさを、今日初めて体感しました。ただ負け続ける、負けたらもうこのベルトは離れるし、どんどん攻めていかないといけない。その時に田村さん、そのシングルのユニバーサルのベルトを僕に挑戦させてください。田村41歳、絶好調すぎんだよね。全然負ける気しない。なんで俺がこのベルトを長期で持ってるか。俺が進化し続けてるからだよ。おい井口、お前若いからすげえ成長してると思うけど、俺の方が成長してるんだ。いいか井口、それを体で覚えさせてやる。4月の18日次の新百合ヶ丘だ。それでお前と防衛戦やってやろうじゃねえの、この野郎。We'll be right back.
Somebody fall and sacrifice.